ソケット S1 は AMD がツリオン64、モバイルアスロン64と後期のセンプランで使用した CPU ソケットである。2006年5月17日にデュアルコアツリオン 64X に向けとしてデビューした。ソケット S1 は638ピンであり、ノート PC 用としては既存のソケット754を置き換えた。 市場には Pentium M のソケット479を使用したボードが流通しており、ソケット S1 を使用したデスクトップ用のマザーボードが現れると予想された。ソケット S1 は、デュアルチャンネルの DDR ニスタラム、デュアルコアのモバイル CPU、仮想化支援技術をサポートし、インテルコアにプロセッサと競合している初期の世代の AMD プロセッサソケットのテクニカルドキュメントは、 容易に入手できるが、ソケット S1 グラム1プロセッサー、ファンクショナルデータシートはまだ一般に公開されていない。明記されることは少ないが、ソコッツ1には G1、G2、G3、G4 の各リビジョンが存在し、物理的に差し込むことはできるものの電気的な互換性はなく、リビジョンが異なると基本的に認識しない。モデルナンバーとの関係は以下の通り、 リストオブ AMD ツリオンマイケロプロセッサースツリオンシリーズ一覧ありがとうございます。